宮本博士は、日本中央競馬会立党所属の調教師である。2003年に調教師免許を取得した。父が休務員であったため、京都競馬場で生まれ、立党トレーニングセンターで育つ。また、叔父の宮本徳は、谷のハローモアで、東京優秀を制した元騎手で、元調教師である。重邸に、騎士茂彦がいる。父の勧めもあり15歳よりは術を始め、 京都産業大学時代に、バババ術で、関西学生ナンバーワンとなる。全日本の学生選抜メンバーとして3年時に、イギリス、4年時に、韓国での対抗試合の経験もある。競馬学校を卒業した1985年7月から、親戚である中尾健太郎級者に、休務員として所属。同年11月からは、調教助手となる。 持ち乗り調教女子として手掛けた主な活躍場に、重賞3賞、成田キング王と重賞7賞、京都市地位がいる。1998年には、京都市地位で、ドバイワールドカップに遠征。2003年に長教師免許を取得後、翌2004年3月1日付で開業。初出走は、同年3月13日、中京競馬第4競争のクラウド市地位で12着であった。 翌月、その競馬で成田ボールド、成田チャンピオンが交流戦を勝利。JRA 初勝利は、同年5月9日、京都競馬第8競争の成田ボールドで、延べ21頭目であった。2008年の小倉二歳ステークスをデグラーティアで制して、JRA 重賞初勝利を挙げた。2013年7月6日、 箱館 7R でケイティーズハートが一着となり、JRA 通算200勝を達成した。カッコ内は、当該場の優勝重賞競争、太地は GIQ 競争。ありがとうございます。